スズラン丸は新日本海フェリーが運航していたフェリー。日本海初の長距離フェリーとして、舞鶴港と小樽港を結ぶ航路に、就航20ノットを超える当時としては破格の高快速力で海の新幹線と称された。高速化した大型フェリー2隻によるデイリー運航やトラック無人構想の実施といった新たなサービスを導入した阪急フェリーによる神戸。 国倉間の長距離フェリーの成功を受け、関光基線船が内航貨物船を運航していた日本海航路にもフェリーサービスを導入するべく、1969年に新日本海フェリーが設立された。本船は新日本海フェリーの第一船として、当期の日本海の海峡に耐えるため、就航当時日本最大となる1万トン級のフェリーとして計画され、 三井造船の技術指導の元幸い明選挙で建造された。ウインチの凍結を防ぐことを目的とした選手を覆う、シャロードームが外観上の特徴で、ドームは続いて建造されたフェリーハマラス、フェリーアカシアにも継承されたが、波がドームのスロープを滑り上がりそうだ室の窓ガラスを破壊する欠点が生じその後取り外された。1970年8月、 マイズル・ツル間オタルに週2便で就航、片道32時間で運航した。1975年にフェリー天竜、フェリー・トネと交換で東急フェリーに売却され、フェリー・伊豆として東京・小倉を結ぶ直行便に就航した。1977年に新日本海フェリーに買い戻され、フェリー・ライラックとして最終航、新潟・オタル航路に就航した。 1979年に新日本海フェリーの定期航路から引退。1980年より、その後西日本商船に売却され、クルーズ客船に改造され、ユートピアとして就航。下関港から中国、賃貸までの日中友好の船チャーターで初就航し、賃貸航路を中心とした日中間の不定期運航や研修船クルーズに用いられた。 1985年12月には、下関港にて、SHK ラインの母体である、関光汽船の創業者、イリアユタカ州の車窓が元船を用い行われている。その後、1986年に再度改造を受け、1990年代まで運航された。1994年に、海外焙煎され、ギリシャのメットリンクラインズ、ファイブスターラインズ、 アルジェリアのアルジェリーフェアリーズなどで、船名をポセイドン、ポセイドン X、ポセイドン C と変更しながら、地中海などで運航されたが、2008年にインドで解体された。ありがとうございます。